デジタルグッズを使って、日常便利で快適に過ごせるように、何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。そんな思いで、日本全国を駆け巡ったり、情報を発信しているデジタル教室です。Apple は、2017年に発売した Apple の中で、最も強力なパソコン、iMac Pro、これの生産終了を発表しました。今現在、大 体54万円の標準モデルを公式サイトから購入できるんですけど在庫がなくなり次第終了っていうことらしいです次のモデルでは M1 チップ搭載の iMac Pro となるんかそれとも iMac Pro 自体を終了させて Mac Pro こっちの方にね路線変更するんか Apple 好きの人にとってはね今後が楽しみになります今月はね アップルから新製品が発表される予定もあるんで、ワクワクしてる人も多いと思います。でもね、アップル製品だけが注目されてるわけじゃないんですよ。今最も多くの注目を集めている商品があります。それが Chromebook です。今回はこの Chromebook についてお話ししましょう。 ブックっていう名前からなんとなくラップトップパソコンなんやろなーって想像できる人もいてると思いますちょっとデジタルに詳しい人やったら「Chrome」っていう単語からあの企業イメージできると思うんですよそう Google ですね MacBook や iMac には Apple の MacOS で多くのメーカーがね発売しているパソコンにはマイクロソフトの Windows が搭載されてるんですけれどもこれと同じように Chromebook には Google が開発した ChromeOS っていうのが搭載されています。パソコンやったら Mac と Windows って2つに分かれてたんですけれども Google の ChromeOS が割って入ってこようとしてるんですね。 Chrome OS が登場してから今年の6月で10年になりますでね世界では10台に1台でアメリカでは5台に1台がこの Chrome OS を搭載してるマシンっていうのが使われてるんですよもうそんな使われてるんやったらよっぽどすごいんやろなっていうところなんですけれどもこの Chrome OS のすごいところなんちゅうても Google でで提供されてるサービスとの親和性なんですよ。Google 検索とか Gmail でね YouTube っていうのは Google のサービスとして有名ですよね他にも Google ドキュメント Google スプレッドシートで Google スライドっていうワープロ表計算プレゼンテーションこれらのアプリですね 他にも Google ドライブとか Google フォトっていうクラウドストレージでハングアウトでテレビ会議したり Google アシスタントで音声操作したりとかねもういっぱい Google で提供されてるサービスがあるんですけれどもこの Google のサービスを余すことなく快適に使えるっていうのが ChromeOS なんですよ Google の OS は Chrome OS だけじゃないですよねそうスマホとかタブレットに搭載されてる Android ですねこの Android で動作するアプリも ChromeOS で動作するんですよまあまあ全てのね Android アプリが正常に動作するわけじゃないんですけどほとんどの Android アプリを ChromeOS で動作させることができますだからこそ アアアププリリをインスストトールするアプリストアこれがねスマホとかタブレットでもおなじみの Play なんですよそんなクローム OS を搭載しているクロームブックはスマホがパソコンになったような感じですよねスマホと同様にクロームブックのほとんどの製品っていうのはディスプレイを指でタッチして操作することもできるんで ますますスマホっぽいもしくはねタブレットっぽい感じると思いますほんでね Mac とか Windows を搭載してるパソコンよりもなんちゅうっても安いんですよもちろんね Chromebook の中でも高級なモデルっていうのはありますもうそれこそ10万近くとか10万超えるようなモデルっていうのもあるんですけど主流となってんのが2万から3万円台後半のモデルなんですねで のキャンンペーンこれね結構行われてるメーカーさん多いんですけれどもこのキャンペーンを組み合わせたら2万円でお釣り来ちゃうことだってあるんですよもうこんな安くて手に入るんやったらねタブレット工程で Bluetooth のキーボードとか Bluetooth のマウス揃えてっていうよりもはるかに安いですよね Google の開発した ChromeOS を搭載している Chromebook について 簡単にお話ししましたパソコン使うほどではないけどもスマホよりも快適に作業したいなーっていう人特にね Google のサービスをメインに使用してる人やったら Chromebook っていうのは最適なマシンになるんじゃないでしょうかデジタル教室では初心者に向けて Twitter や YouTube でね Podcast で情報を発信しています。Web サイトや Twitter で、YouTube のアドレスっていうのは概要欄にリンクを載せておきますのでそちらからアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたにプラスン